でなで。さて、本日もアニメレビューの時間です。ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。まあ、今年はみんな巣ごもりだったろうし、長い休みだったってだけだろうね。はよ、この騒動が終わるとええなぁ。さて、さて、本日もレビューはこちら。理系が恋に落ちたので、証明してみた、だよ。ほう、理系が恋ですか。ラブコメなんですかね。ちなみに、アニメより前に実写化もされてる作品なんだ。そっちのキービジュアルはなんかクソつまらなそう。だったからあんまり期待してなかったんだけどね。ファンサで配信してそうやね。この作品の面白いところはメインキャラが大学院生なんだ。ラブコメって言うと中学生だったり高校生だったりすることが多いけど、この作品は大学院生。はい、確かに珍しいかもしれへんね。大学生やら社会人のラブコメもありますけど、大学院生ってなるとかなりレアな設定やな。そしてヒロインが主人公に告白するところからこの作品は始まるんだ。あなたのことを好きみたいと。みたい。この作品のキャラはいわゆる理系なんだ。データを集め、数値で論理的に判断する。そんな彼らは恋という感情すらも疑問に思うんだ。どういうことです？好きの定義とは何だ？いや、定義って。恋愛経験もない二人で理系な思考の彼らだからこそ恋愛感情を理論的に解き明かそうとするんだ。これはまたとんでもないラブコメが始まりましたね。まずヒロインは自分の感情をグラフ化する。夢に出てきたから好きって小学生みたいやな。しかしこれはあくまで彼女の主観的なものに過ぎず、好きの証明や証拠にはならない。いや、恋愛ってのは主観やろ。本来は主観で、本人の感覚や経験から好きという感情を自覚するだけでいい。だけど、二人は理系、感情的かつ本能的な恋愛を論理的な思考で解き明かそうとするんだ。めんどくせえ。もうね、こんな討論や考えをしなくても、見てる側からすれば、明らかに二人は相思相愛なんだ。めんどくさい思考をせずに、本能に従えばいいと思うほどに、彼らの思考がめんどくさい。だけど、そんなめんどくさくて遠回りな理系的思考がギャグになってて、明らかに相思相愛なのに、恋とは何かを考える二人にクスクスと笑ってしまうんだ。見てる側からすれば明らかやのにな。そんな二人を見て、視聴者と同じように、何やってんだこのバカップルと、呆れながら突っ込むキャラもいることでより、ギャグとして成立してるんだ。くさ、確かに、他の人から見たらバカップルやな。彼らは、様々な実験を通してデータを収集し、恋愛とは、好きという感情とは何かを定義づけようとする。これ何やってるんです？壁ドンだよ。ネット上に転がってたり少女漫画でのあるあるなドキドキするシチュエーションを彼らが試すんだ。くさ、ここだけ見ると普通の壁ドンなシーンやのに。壁ドンで確かにドキドキする。心拍数が上がる。心拍数が上がるということはイコール好きなのか？しかし壁ドンという行為で本当にドキドキしたのか？壁ドン以外の要因でドキドキしてるんじゃないかと彼らはありとあらゆる可能性を考える。もう呆れるの通り越して笑っちゃうほどめんどくさいですね。実験は一度だけでは証拠にならない。何度も繰り返して同じ結果になって初めて証拠になる。だから壁ドンを60回ほど繰り返す。くさ、もう慣れてしもうてるやん。壁ドンっていうもはや使い古されたシチュエーションを理系的な思考による恋愛検証で60回繰り返すことでギャグにしてるんだ。確かに今さら壁ドンって感じですけど、それを60回もやるのはこの作品くらいでしょうね。ちなみにこんなことを1クールずっとやってる。くさ、主人公とヒロインが様々な実験を行うんだけど、その実験が話が進めば進むほどより本格的なものになっていくんだ。どういうことです？例えば最初は主人公とヒロインが壁ドンしたり頭を撫でて心拍数の上がり具合の数値を取ったりしてるんだ。頭撫でられたくらいで全力疾走並みの心拍数やんけ。しかしデータが足りない。2人が相思相愛と仮定しての実験であり、逆に相思相愛ではない場合のデータも取らなければ比較できない。いや確かにそうやけど、そこで比較対象として同じゼミの女性の頭を撫でることで主人公の心拍数の変化も調べる。だけど主人公が別の女性とそんなことをしてるとヒロインは嫉妬しちゃうんだ。ああかわいい。好きって感情を理系的思考では証明できてないのに、好きという感情を彼らは抑えきれてない。そんな二人が本当に可愛らしいんだ。なんかめんどくさいんですけど、愛くるしい感じがありますね。この二人ははっきり言って似た者同士なんだ。同じような考え方で二人で議論を交わすのが楽しくて、二人でいるのが楽しくて、他の誰でもない二人だからこその関係性が築かれてる。まるで夫婦のように互いを理解し尊重し付き合ってるはずなのに進展しない。このもどかしさがたまらないんだ。進展しないってラブコメでは下手したら欠点やけど、この作品の場合は進展しない感じのもどかしさがいいんやね。デートもするしてもつなぐ。だけど別に付き合ってるわけじゃなく、あくまでも実験なんだ。理系として論理的に恋愛感情を解き明かし納得しなければ付き合えない。
もう結婚しろと言いたくなるほどのバカップルなのに付き合ってない状況にもどかしいんだけど、面白くてもどかしいんだけどニヤニヤしちゃうんだ。ずっと寸止め状態なラブコメなんやね。これはたまらんわ。ラブコメだとたまにヒロインがなぜ主人公を好きかわからないってことがある。ああはいはい、ありますね。秒で惚れるチョロインとか、ヘタれすぎてイラッとする主人公なのに惚れちゃうとか。この作品にはそんな要素はないんだ。主人公は魅力的でかっこいいし、ヒロインは魅力的で可愛い。ヒロインがなぜ主人公を好きでどこが好きなのか、主人公がなぜヒロインを好きでどこが好きなのか、そんな互いの好きという気持ちが見てる側には本当に痛いほど伝わるんだ。ああたまらんな。だけど肝心の二人はそれを好きという感情なのか恋愛感情なのかと疑問に思ってしまう。この見てる側と主人公とヒロインの認識のズレがギャグにもなっていて、より二人に愛着が湧くんだ。この二人の恋の行く末がどうなるのかめっちゃ気になりますもんね。というかこれどんな状況なんや。彼らがやってるのは研究でもあるんだ。だからこそ教授に自分たちの論文を発表することもある。くさ、これ見せられる側の気持ち考えや。教授は教授で彼らの研究を大絶賛するもんだから、研究をより良いものにするために、より深くするために多くの人を巻き込み実験を積み重ねていく。つまりどんどん状況はめんどくさくなっていくんだ。くさ、理系の教授とか変わりもんばっかりやからな。あえて言わなくても誰にでもわかるようなことを理系だからこそ、研究だからこそ数値化し検証し言語化するんだ。彼らは研究を重ねる中でムードが大事ということが分かってくる。いやもう研究せんでもわかるわ。しかしそのムードというのは何なんだろうと、また実験し検証しデータを積み重ねてついに端まで生み出すんだ。くさ、呆れとるやん。ムードの方程式を使い、大学内では夕方の屋上が最もキスにふさわしい場所ということがようやくわかる。多分中学生でもわかるで。この作品のいいところは不快なキャラがほとんどいないところなんだ。主人公とヒロインもそうだけど、同じゼミの学生も彼らの研究に協力してくれる。何イチャついてんだこのバカップル。早く結婚しろとは思いつつも彼らの実験に協力し、そんな同じゼミのキャラクターの恋愛や考えも掘り下げられることで作品に深みが生まれてるんだ。ほう。ただそんないいキャラばっかりなのに終盤に出てくるこのキャラだけが邪魔でしかない。なんか唐突に出てきましたね。序盤から中盤までこの作品にシリアスは一切ないし、不快に感じる要素もない。だけどこのキャラが出てくる終盤はシリアスで不快な要素がある。彼女は OB で漫画家なんだ。主人公たちの研究を知り漫画のネタにしようと考える。それくらいなら普通では。彼女は漫画のために状況をややこしくするんだ。主人公とヒロインが喧嘩してる状況で、彼女はそんな状況がより仲直りしづらくなるように画策したりするんだ。うわー、トラブルメーカーってやつや。別に彼女がいてもいなくても関係ないし、ただ状況をより難解にしてるだけで、しかもそれは自分の漫画のため不快でしかないんだよね。せっかく不快なキャラがいないってのがこの作品の魅力でもあったのに、彼女の存在だけが不快でこの作品にとって邪魔でしかない。もったいないですね。だけど終盤の展開と話のまとめ方は素晴らしいんだ。1クールかけて彼らは論理的に恋愛や好きという感情を証明しようとしてきた。喧嘩をしてるという状況もこの研究の中では興味深いデータは出てるんだ。好きだからこそ喧嘩するってこともありますからね。相手に何も思ってへんかったらそもそも喧嘩も起こらないですし。そう。でもそんな興味深いデータが取れる状況だけど、二人はこんな状況に耐えられない、喧嘩をしてるっていう状況に耐えられないんだ。おう、論理的な思考ではなく感情から来る行動なんですね。もう仲直りさせて、あなたに触れさせて、とっとと抱きしめてよ。理系的な思考なんて一切ない彼女のセリフは感情で本能で恋する乙女そのものなんだよ。ああ、散々論理的に理系的な思考でやってたのに、最終話の最終話で感情に従っちゃうってええですね。だけど理系な主人公はこの状況でとあることに気づくんだ。え、なんです？それはぜひ本編でお楽しみください。卑怯やあ。ここでネタバレせえへんのか。1クール、主人公とヒロインがイチャイチャして喧嘩して仲直りする、それだけなんだけど、そこに理系的な思考による実験と検証っていう要素がこの作品をラブコメとして面白いものにしてるんだ。そこに魅力的な主人公とヒロイン、不快さを感じさせないキャラクターたちが募ることで1話1話しっかりと面白くてクスクスとニヤニヤとできる。欠点を言うならキャラデザが少し古い感じはあるんだ。最近のアニメというよりは2000年代前半の深夜アニメっぽい感じがあるキャラデザだね。確かに2020年の作品って感じはしないかもしれないですね。彼らの恋愛検証実験も理系だからこそ
難しい言葉や用語も出てくるから、人によってはなんか小難しくてわからんって感じる人もいるかもしれない。まあその辺は好みだね。理系な彼らだからこそ有名な仮説や実験方法を用いながら検証するのがこの作品の面白さでもあって、用語の解説もあるんだけど小難しい感じはある。まあそれがこの作品でやりたいことでもあるんやろうからな。小難しいの覇者はないかもな。いろいろと気になる点はあるけど、ラブコメとしてしっかりと芯のある面白さのある作品だったよ。個人的にはキャラの作画の3倍くらい気合をかけて描かれてるヒロインのバーンスとの描写にすごく目がいっちゃう作品だった。くさ、もしかしたらバーンストマニア必見のアニメかもしれへんね。じゃん。